はい、皆さんいかがお過ごし、いかがお過ごしでしょうか。ごめん、超緊張してる。いきなり噛んでる。これはダメだ。はい、1万人記念ですね。風来の試練5泥棒講座、早速始めていきたいと思います。その前にね、1万人記念券をね、いただいたので、こちらから3点紹介させていただきます。大事なところをね、もう噛んでしもうたわ。もうダメだ。申し訳ない。まず、こちらですね、1万人突破おめでとうの絵でございます。おこんと小春が、イチャイチャしてる絵ですね。これ非常に燃えます。これですね、一応この一連の絵はですね、すべて僕のツイッターからダウンロードできるようになってますので、ぜひ、見ていただくと大変嬉しいです。で、次がこちらですね。これめちゃくちゃ可愛いんですよ。タボさん、コミュ1万人突破おめでとう。めっちゃ可愛くないこれ。めっちゃ可愛いよね。これ、タヌキチでしょ。これめっちゃ、これさ、すごくさ、なんていうの、手書きで書いたような感じだよね。これめっちゃ可愛いよね。どうぞ。タヌポンだっけ？ケーキに書いてあるような感じ。だよね、めっちゃ可愛いよね。で、もう一枚がこちらでございます。こちらの見せたと思うんですけど、1万人おめでとうっていう、またおこんとこはるとマムルがいるやつですね。はい。これね、ありがたい、本当に。本当にありがたい。でね、ちょっとね、広告はかっ飛ばしすぎないように、ちょっとお願いしておきます。はい。じゃあ早速、皆さん、お待ちかねの、泥棒講座の方、早速始めていきたいと思います。じゃあちょっと BGM を、切り替えていきたいと思います。少々お待ちください。ちょっと待ってね。この BGM で、行きましょう。はい。1万人記念、風来の試練5、泥棒講座、始めさせていただきたいと思います。イェイ！一応ね、僕、泥棒成功確率が、89% 持っております。なので、ここからね、得られた泥棒テクニックを、基礎から応用まで、僕が持ってるテクニックすべてを、お教えしていきたいと思います。もしね、試練5持ってる方いらっしゃいましたら、見ていただくと大変嬉しいです。はい、じゃあ行きましょう。まずはじめに本スライド、数はね、約7、80枚にわたる、かなり容量がありますので、まあ、2時間程度をだいたい予定しております。なので、まったりね、お酒飲みながら、まあ、試練やりながら、見ていただくと、大変ありがたいです。はい。で、かつ、本泥棒講座っていうのは、まあ、泥棒やってみたいけど、怖くてできない。そんな初級者、もしくは、まあ、中級者、まあ、なかなか成功しないと、そういう方に、向けの講座となっています。で、さらに言いますと、泥棒上級者、まあ、バンバン泥棒しちゃう人って人にはね、なるべく議論を控えていただいて、ご視聴いただくと大変助かります。はい。よろしく。スキャゴート。はい。でね、まあ、一点だけ注意があります。一応ね、こっから紹介していただく泥棒講座っていうのは、底抜けの壺を利用した方法。まあ、投げて底抜け、まあ、落とし穴ができるってやり方ね。あれと、やわみごこうと一時しのぎの杖を使ったやり方。まあ、非常に簡単な方法ですね。それと、まあ、とど壺の押しによる、まあ、万引きと。まあ、これはまあ、泥棒ですらないので、こちらについてはね、ウィキにも載っているため、こちらはすべて、割愛させていただきます。はい。なので、これ以外の手法を、主に見ていきたいと思います。はい、じゃあ早速行きましょう。じゃあまずね、ちょっと待って、泥棒をやる前に敵を知れと。見てみ。見てみ。お前らの敵や。見てよ、これ。お前らの敵や。天守、こちらですね、通常の天守、左側が通常の天守ですね。HP が200あります。一方で右、これでもうムカムカしますね。頬ちょっとふっくらさして、肌こんがり焼いて日焼けサロン行ったんかお前っていう感じのやつですね。まあ通称カレー屋さんです。はい。まあ、こちらは高級天守と言われまして、HP が通常の天守よりか少し高いです。250ヒットポイントがあり、でかつ倍速1回攻撃なので非常に怖いというカラーになっております。はい。で、さらに、まあ、中層から深層で、もし、こいつらと、ガチるという場合があります。まあ、そういう時は、どうもありがとうございます、広告。
レベル星の武器を使用した場合、前提としまして、まあ、大体5回から8回の攻撃が必要になってきます。これって非常に重要で、大体どのタイミングで天使とガチっていくかっていうのは非常に重要なことです。なので、この頭を入れておく、この数字を大体入れておくと、まあ、天使と相対した時に非常に便利になってきます。でも、高級天使の場合は防御力めちゃくちゃ硬いです。なので、10から20ダメージぐらいしか食らわないので、大抵無理ゲーになってきます。この辺注意してください。はい。じゃあいきます。で、次に、まあ、泥棒状態とは何ぞやと。ということですね。まあ、簡単に教えていきます。店内のアイテムを持ったまま部屋から出る。もしくは紹介アイテムなしに高級店に入る。まあ、これをした場合、泥棒になります。まあ、これは簡単ですね。まあ、誰しもが知ってるというルールでございます。はい。で、モンスターはすべて天守になる。あれですよ。イメージで見てください。天守、モンスターがすべて天守になる。これいいですか？モンスターの背中のジッパーが、ビリビリビリって、開いてきて、そこから、ニュルニュルニュルっと、天守が、出てきます。もう怖くないこれ。いや怖い本当に。でさらにまあ、出現前回の19体が天守になって湧きます。これはね風来の試練の5のルールとしまして、まあ試練を含めた20体、これが一応裏での最上限となりますので、まあこれが全て天守になるということです。でさらに天守を倒した場合ね、まあいろんな方法で倒せるかと思います。428の壺なり、まあ落とし穴を落とすなり、いろいろ方法がありますね。この方法を使うと、なんと5ターン後に新しい天守が湧きます。新品が湧きますこれね天守は実はね、工場で連続的に生産されてると僕は個人的に思ってます。やつらは人ではない、もう物です。じゃあ次行きましょう。よくありますね、やっべえ天守怒らせちゃった、矢打っちゃったり殴っちゃったり石ぶつけちゃったりいろいろあるでしょ。そんな時どうするのか、まあ、これを見ていただきましょう。一応で、ね、動画を準備しました。天守と敵対した時のどのようにするのかを解説していきたいと思います。こちらはね、まあ、一応動画作ってきました。飛びつきの杖を振って天守と敵対します。 OK、こんな感じで、一回死んでみます。こうやって復活の草を消費することで、天使はね、こんな感じで、なんと、許してくれます。非常にね、心が広いという方ですね。まあ、でも、一方で僕の怒りは収まらないので倒します。はい、以上で。こんな感じです。つまり、敵対してしまった場合っていうのは、死ねば OK というふうになります。じゃあ次に行きましょう。じゃあね、泥棒するにはどうすればいいのか、重要なね、ところがあります。まず、アイテムの取捨選択。これが重要です。僕ね、練習の時にね、取捨選択。これをね、10回以上買いました。本番で買わなくてよかった。まあそんなことはどうでもいいんですけど、まあ、泥棒前の準備するためのアイテムっていうのは、まあ基本的にその階層で使い捨てすると、いう風に持ち歩くのが非常に重要です。保存の壺に使い捨てできるアイテムをまとめて取っておく、そんな感じで取っておくといいですね。でさらに泥棒中に使うアイテム、こちらはですね、モンスターにも使うアイテムとして考えるという感じです。あ、ツイッターリプライありがとうございます。はい、例えばどういうものがあるか見ていきましょう。皆さんはね、例えばこのその階層で使い捨てっていうアイテムはね、基本的に使い捨ててる方が多いと思います。例えばこんなアイテムがあります。土くれの杖、目薬草、明かりの巻物、掘削系アイテム全般。掘削系っていうのは、まあ、ツルハシだったり、あと爆発の腕輪、もしくは、トンネルの杖とかね、いろいろありますよね。はい。ちょっと練習ぐらいしたんですよ。まあこの辺のアイテム。ね、見ると、大抵すぐ使っちゃうって人多いと思うんですよ。目薬とかね、すぐ飲んじゃう人でしょ？これはね、ダメなんですよ。泥棒を前提とする場合、目薬草はね、イエローポイント、つまり、天使を見つけた瞬間飲むのが理想的です。これを覚えておいてください。はい。で、まあ、こんな感じで、使い捨て格好で、一応、どんどん持っていくといいかと思います。で、次。天使を処理するために役立つアイテム。こちらになります。笑いの壺、混乱の脇物、金縛りの杖、移動系の杖全般。移動系の杖っていうのは、まあ、吹き飛ばしの杖だったり、
か、飛びつきの杖、神罰割り、場所替えの杖とね、いろいろですね、ありますね。この辺はまあかなり基本じゃないかと思います。特にね、笑いのツボ、僕の配信でね、よくいるんですけど、笑いのツボいつも捨ててるっていう人いるんですよ。笑いのツボって使えるの？あんま使えないんじゃないって。容量も少ないし、押すタイプだし、なんか微妙じゃないっていう人いるでしょ。笑いのツボはね、めちゃくちゃ使えます。あのね、状況によってはかなり使えますので、特にね、あの笑いのツボっていうのはフロアで役に立つので、めちゃくちゃ強いです。なので、もしね、笑いのツボが重要じゃないと思ってきた方いらっしゃいましたらね、あのぜひ使ってみると大変有効です。モンスターにも使えますので、はい。そう、まあ問題は使用回数ですね。使用回数が2回か3回ぐらいしか使えないのでダメなんですね。じゃあ具体的にどんな泥棒方法があるのかっていうのを見ていきましょう。大学芋さん、本当ありがとうございます。芋さん、本当ありがとう。配信見てますいつも。本当ありがとうございます。コメントしていいんですからね、下で。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。泥棒超基本編、これ言っときますけど、超基本編ですからね、これ超上級編まであるので乞うご期待です。超基本編、階段到達へのテクニック、移動杖ワンチャンですね。でここではあの超重要であると。恥ずかしくて、そうなの。どんどんしてもいいんですよ。お待ちしてました。ありがとう。ここではね、超重要アイテムである飛びつき、神罰割りの杖について、あの簡単におさらいしておきます。ここからね、どんどん難しくなっていくので、上級者さんにとってはあのやっぱりね、多少つまんない部分があるかもしれないです。でもまあ最初の子なので、あのじっくりね、復習がてら聞いていただくと大変ありがたいです。はい、じゃあいきます。飛びつきの杖、神罰割りの杖っていうのはこんな感じ。飛びつきの杖っていうのは、試練がこの位置にいる状態で正面に振ると壁にぶつかるまで飛びつくという杖ですね。なので階段がだいたい飛びついた場所にあるときに使うのが有効になってきます。はい、飛びつきはどこでも使いますね。でもう一つ、神罰割りの杖、こちらはね、試練の左側、盾を持っている方から丸太が飛んできて、試練自体を10マス移動できるってアイテムです。なのでここのね、9マス、通路は9マスあって10マス目、こういうところで非常に使います。なのでここから飛びつきの杖を使うよりか、神罰割りを使った方がより早く階段部屋にたどり着くと、そういう特徴がありますね。なのでこういう試練自身が移動できるアイテムっていうのは、まあとても希少かつ強力であるというふうに言えます。はい、じゃあ次いきます。例えばそれ以外での方法を使った場合というのは、やまびこ甲と吹き飛ばしの杖があります。やまびこ甲を使うと魔法を反射するっていう効果があるので、吹き飛ばしの杖を直接この敵対化した天守に振ることで簡単に10マス移動することができます。こうやって神罰割りとして吹き飛ばしの杖を利用するという方法もありますね。まあ、これは場所替えの杖とか、そのなんていうの、いろいろ移動系の杖限られている場合に有効です。まあ、僕は最近まで壺縛りやってたので、やまびこ甲なんて何それみたいな感じだったんですけど、はい、まあ、加速の杖とかは振ると有効ですね。ただ移動系が使えなくなるので微妙です。はい、でさらにもう一つ、飛びつきの杖しかないんだけどどうしようかなっていう場合、土くれの杖をね、例えばこういう風に振ってあげる。そうすることで、まあ、例えばここまで飛びついてしまうところを簡単に制御することができます。これ非常に重要ですね。いいですか。こんな感じで状況に応じていろんなアイテムを使い分けるっていうのは非常に重要になっています。はい、加速性の効果はね、ちょっと何単かわからないです。ごめんなさい。はい、じゃあ次に行きたいと思います。飛びつきの杖の注意点です。はい、みんな集中してんの？まあ、これを見ればね、誰でも泥棒ができるかと思います。まあ、基本中の基本ですね。はい。で、飛びつきの注意点について。例えば、明かりの巻物や明け合いさちの腕輪がない、敵の状況がわからない。こんな時に、階段部屋の情報はわかりにくいですよね。こんな状況で、もしね、飛びつきの杖を振ってしまうとどうなるか、もう安易に予想できますね。だいたいわかるでしょう。さあどうなるでしょう。ちょっと考えてみましょう。簡単だね。俺ね、これよくやってるんですよ。泥棒縛りでね、これ本当によくやってるんですよ。大きに、さすがアリーナ、さすがでございます。大きにですね、キスいいですね。そう、天使や、そんな感じです。はい、
じゃあこんな状況になると簡単ですね。天使に抱きつくような格好になる。ほぼ即死です。飛びついた瞬間あの天使に入れ替わってすぐ殴られます。もうこれが高級天守だった時が最悪。もう一旦で確実に殴られますね。でまあこうならないため の解決方法としましては、あの事前に矢を打っておく、もしくは柔らかい桃を食べて踏ん張り状態にしておく、さらに素早さそうを飲んで次のターンに飛びをつく。まあ素早さそうを飲んだ場合っていうのは2ターン試練のターンが回ってきますので、まあこれを使うことでまあ抱きついたとしても問題なく回避できるということになります。でさらに明かりの巻物を、まあこれ当然ですね。で最後に無敵草を飲む。まあ無敵草を飲んで飛びついてもダメージを受けないと。まあ天守は基本的に物理攻撃しかしてきない、もう脳筋野郎ですんで。はい。でこれ上から安易な順番で紹介させていただきます。以上をもちまして泥棒についての超基本編ですね、終了させていただきます。じゃあ続きまして、じゃん、泥棒初級編、海難ティア到達へのテクニック、地形プラス飛びつきプラス罠利用、これについて解説させていただきます。まあ状況だと矢と、その矢が届かないっていうのは確かにある。ちょっと戻りましょう。矢が届かないっていう状況は確かにあるんですけど、まあ安易な方法としまして採用してます。なのでまあ一応聞き流してもらうと嬉しいですね。はい、じゃあちょっとお茶飲みます。すいません、ちょっとお茶飲ませていただきます。さすがにね長時間のプレゼンに渡りますんで、じっくり解説していくわ。先に延長しておきますね。あ、チケットありがとうございます。本当にチケットがあるおかげで無料で延長できる、嬉しい。これあやたかです。今日はあやたか飲んでます。はい、最初から飛ばしすぎるとね、やっぱ僕ちょっと熱あるんで、今37度クブあるんで今ギリギリです。じゃあいきます。要はね、何をするかっていうと、階段部屋へ到達するためのテクニックをいろいろ紹介していくという感じでございます。じゃあこんな感じですね。この手法には目薬草が推奨になります。もちろん今回の手法としましては罠を利用する方法のため目薬草が必要というのは安易に想像できるかと思います。もちろんね、部屋内で素振りを何回でもすることで罠チェックをすることが可能となりますが、まあ、これを利用する場合はね、目薬草を使った方がまあ、風に飛ばされにくいというふうになるので非常に有用ではないかと思います。でこれっちゅうのはね、店内から高飛びそうなのをワープを利用して泥棒する場合っていうのは、まあ、着地地点をいかに安全にするかが重要となります。僕はね、いろいろやってます。高飛びのタボと店内から高飛びの腕は高飛びそう、飛びつきの背をね何度も使ってね、高飛びを何度もしちゃうというスタイル。意味がわからないんですけど、高飛びのタボと呼ばれてますんで、この手法についてはやたら自信がありますね。はい。まあ着地点をいかに安全するかは重要になってきます。なので、例えばね、3部屋と店がある場合、こういう時はね、店の場合、階段部屋へ高飛びした時に、階段部屋へ到達する確率っていうのは、まあ3分の1ですよね。まあ、僕の場合は、3部屋あれば 80% で着きますけど、階段部屋にね。うん。メグだけアンダーライン。いや、これ別にいいじゃん。無視するよ。細かいな。僕の場合、高確率で着きます。80% で着きますね。階段部屋に。で、まあ、この確率をね、階段部屋に上げるために、いかにね、確率を上げるためっていうのは、罠が非常に重要となってきます。まず一つ、丸太の罠ですね。まあ、このようにね、丸太の罠が配置されている場合っていうのは、まあ、丸太の罠自体は踏むと、試練の正面から丸太が飛んできて、試練を10マス飛ばすという罠でございます。これ作りました、僕。わざわざね、行きたくもない、またぎのダンジョンに行きまして、作ってきました。はい。でね、これを、この試練がこの位置から斜めに踏むことで、丸太が斜め、真正面から飛んできて、ここに移動しますね。ここに、移動することで試練がワープできます。はい、これ非常に重要ですね。これを使うことでもう一回ワープすることが可能となります。はい、じゃあ次、他にはどんな罠があるかと言いますと、バネの罠、まあこれはわかりますね。階段部屋じゃなければ踏めばいいだけの話、簡単でしょ。で次、落とし穴、これも簡単だね。階段部屋以外にこの落とし穴の罠を作っておけば、飛んだ時に落とし穴に落ちれば OK。 罠嫌いなんですよ僕。罠大嫌いなんですよ。
で例えばね、例としまして、まあ、ワープが1回可能、高飛び層を1枚持っている時という場合ね、これ例です、例え話なので例としておさらいしてください。全フロアに対して階段部屋プラスバネプラス落とし穴の部屋、この割合が 66% 以上あると理想的に泥棒できます。僕はこれをあの経験則でだいたい導いております。だいたい3分の2以上階段部屋以外に罠とかがあると、あ、これで泥棒できるなっていうのはだいたい理想的になります。なので階段部屋しかない、他罠わかんないっていうのはもう本当に無理だと思います、正直。なのでこういう時ね、あのダメですね、あのダメな人は簡単に高飛びソップグレート飲んでピョンと飛んじゃうんですよ。で変なとこに行って死んじゃうんですよ。これがダメです。なので準備をしっかりしてください。これが重要です。でさらにワープが2回以上可能、高飛びソップ2枚持ってたり飛びつきの杖を持ってたりする場合、まあ、こんな時は全フロアに対してだいたい 33% 以上、3分の1ですね、3分の1以上あれば、つまりさっきの部屋、あの階段部屋、その他の部屋が3つあるで、お店4部屋のマップの場合、まあ2回ワープできればほぼ入ります。いいですね。はい、じゃあ行きましょう。まあこれを、このようなワープを利用した泥棒の例、よくピンとこないですね。なので動画化しました。じゃあ見ていきましょう。しっかりね動画化してますんで、はい、だいたい経験則ではね3回ぐらい飛べばいけるかと思います。じゃあ見ていきましょう。これは人生の落とし穴かな、人生の落としは56回での出来事ですね。はい、見ていきましょう。一応階段部屋、あの水路が非常に豊富なマップなので、まあ56回ということで、はい、右側に、あの右上の方に水路があることがわかるかと思います。はい、まあ、こんな感じでね、あの天使の品揃えが非常に悪かったので消しました。盾専門店だったんでもうゴミでしたね。ムカついたんで全部壊してやりました。すいません。で、今回は水雲の腕があるのでこれを使ってワープしたいと思います。ゴミ製、ゴミ製っすよ。あんなどう見てもゴミ製でしたか、本当に。だって主合石とかしかないのよ、木の盾とか。ゴミかと。で一応ね、気配察知の腕は持ってますので多少歩かせます。すぐにワープしないのがコツです。なぜかっていうと、すぐにワープしてしまうと天使は必ず部屋に湧くために、部屋に湧いてしまいます。なのですぐにワープすると部屋に湧いた天使にすぐに襲いかかれます。なのでなるべく通路に天使を貯めてワープする、これが重要ですね。こんな感じ、まあ、失敗します。なのでもこのように水地形があるので飛びつきます。まあ飛びつき12回あるので、はい、失敗します。こんな風にね、あの何回も試行回数を重ねていけばいいんじゃないかなと思います。これぶっちゃけね、めっちゃ失敗します。めちゃくちゃ失敗します。これ3回目です。3回目ですね。これめっちゃ悩んでます。もうね、高飛びが何回でもできれば必ずワープできるんで大丈夫です。これで同じ部屋に戻ってきてんの。いや本来こんなことあんまないんですけどね。まあ、こんな感じで、あの、階段部屋にたどり着くことができるっていう動画でした。高飛びを利用すれば、まあ、何回でもね、高飛びができれば、泥棒ができるっていうスタイルの、動画でした。はい、ありがとうございます。まあ、こんな感じでね、水地形などが、豊富にあるエリアを利用すれば、階段に行けるという感じでございます。はい。じゃあ次釣りたいと思います。ではね、この辺で、初級編は終了となります。次は、泥棒中級編でございます。はい。水路歩いていった方がいいと、それは言わないでください、お願いします。それは言わないでください。水路を歩き続けた方がいいっていうのは言っちゃダメです。ここはあえて講座として高飛びを使いました、ごめんなさい。申し訳ない。いや俺ね、ぶっちゃけそれ思いついてんだよ。うん、思いついてるの。それは言っちゃダメ。次ですね、壁折り開拓。まあこれはね、僕の中で
非常に好きなテクニックです。なんていうの、掘る楽しさ、これないよね、これったらないよね本当に。じゃあこれの基本テクニックについて一つだけ紹介しておきましょう。階段部直進できる通路でき、あの通路作りとしまして、壁を掘削できるアイテムや手段があるならばぜひ、使ってみようという感じでございます。まあ、例えばツルハシであったりトンネルの杖、まあ、爆発のではいろいろありますね。敵を利用してもいいです。例えばアマグリンであったり、あとは爆発系モンスターだったらウニか、ウニとか、うん、いろいろいいんじゃないですか。方法ありますよ。はい。で例えばこんな感じね、まあ、ウェルス戦車の爆風などありますね。まあ、ここを通路を一直線に掘ります。一直線掘ります。そうすれば飛びつきの杖なので簡単に飛びつくことができますね。これ簡単でしょ。これは非常に基本編です。基本編、本当に基本編です。じゃあ次、例えばね、爆発ので親父戦車の爆風などを利用してこんな風に店内の壁を掘削します。こんな風に、そうすると店舗が拡張されるんですよ。こんな感じでちょっとだけ大きくなりますね。まあ、この際爆発の腕を使用するとさすがにここで爆発させちゃえば、まあ、店主は、まあ、いなくなっちゃうんですけど、うん、まあそれはいいとして、でこれをね階段部屋までどんどん続けていくとどうなるかと言いますと、まあ、こんな感じですね。はい、階段部屋まで開拓を続けるとこんな感じ、店と階段部屋が直結します。ほぼ。ただし領域としまして、ここ階段部屋の領域と店の領域っていうのは微妙に違います。こっちに入ると階段部屋、こっちに出ると店、そんな風になります。色が変わります。なので階段部屋の領域へ一歩出るだけで泥棒状態になるっていうのを気をつけておきましょう。でもちろんね、階段部屋にこうやってピョンって入ってしまえば泥棒状態になるんですけど、階段部屋には新規の店主が湧きませんので非常に有用なテクニックとなってきます。はい。なので境界線はね、床の色を確認していただけると非常にやりやすいと思います。はい。何、階段店店間に店主がいたらどうなる。あらかじめ素早さ無敵そう飲んでいくしかない。待てよ、階段と店主、階段および店の間に店主がいたら、立ち見えのね、1434番さんの質問については後々説明していきます。すれ違いという風のテクニックがまた紹介しますので、もしね例えばこういうことでしょ、こういう通路でこういう飛びつきの杖を振るときにここに途中に天使がいた場合ってことですよね。まあ、その場合の講座も一応準備しておりますので後々紹介させていただきます。はい。じゃあですね、こういう壁掘り開拓を利用した泥棒テクニックのもう一つ動画を準備しております。まあ、こちらを見ていきましょう。これね、まず最初のマップに注目してほしいんですけど、これね、ここが店なんですよ。イオンモールみたいなクソでかい店なんですけど、これをね全部下まで掘削するのは非常に骨が折れます。非常に骨が折れるので今回はこういう風にジグザグに通路を掘りました。イオンモールじゃねえ。イオンモールですね。なんで例えばね、この位置からこういう風に走っていくのは非常に愚策です。なのでこういう風に通路をジグザグに編んでいる間から泥棒をしていきます。なので店主といかにすれ違わないかっていうのを見ていただくと大変ありがたいです。はい、じゃあ行きましょう。でこの間僕はお茶を飲みます。これ何、80回なんですよ。これね、実は配信外でやっててさっくりクリアしちゃったんですよね。こういうルートいきます。まあ殴られますね。まあ殴られます。今回ね、場所外のやつがないので、まあ、こんな感じです。天使が来ないことを注意しながら行くと。でここで足踏みするのが重要。足踏みすることで部屋からいる天使をすべてスルーすることができると。
こういう感じですね。これは試練5向けでございます。特に原子とかで非常に有用です。わかった。こんな感じ。なんか質問ある人いますか、このやり方について。金があるのに泥棒をする。いや、金があるのに泥棒をするのはおかしい。店主はお金をくれるんです。声がちっちゃい。声ちっちゃいですか。ちょっと大きくしましょうか。ミラーがね、ちょっとよくわかんない。どうしたらいいか。飛びつきがなかったらどうするんですか。飛びつきがなくてもいけます。場所替えの杖なり吹き飛ばしの杖なり何でもあります。杖がある程度できればあれば、飛びつきの杖が1本でもなくてもできます、泥棒は。はい、じゃあいきましょう。あ、ミラーの位置書かれてるんですかね。ありがとうございます。じゃあこんな感じで次に行きたいと思います。はい、階段部屋到達用テクニック、天守を使って天守をやり過ごす。これね、初代から使われてる方法です。はい、じゃあ問題形式でいきたいと思います。問題形式で天守、前から来る天守をやり過ごす方法。今現在泥棒状態です。この部屋は、通路がここしかありません。天守が1体2体、こちらどちらも等速でございます。この時金縛りの杖ゼロがある。これを1回だけ使って天守、階段へ行けという問題です。さあどうですか、皆様ならどうやって行きましょう。ほう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 、おお、なかなかやっぱみんなさすがやね。ピロって終了じゃねえよ。おお、そうそうそう、あ、 B がねどんどん答えてる。すごいすごい。答えはね、ピロリです。答えは金縛りを投げてピロリが正解です。こんなんよくあるよね。よっしゃ。やるあるだよ、本当に。こんなんあるあるに決まっとるやん。じゃあ答えいきましょうか。答え簡単です。はい、まず天使を一回寄せます。この位置からね、一歩だけ寄せます。隣接した状態で金縛りの杖を投げます。そしてピロります。終了です。まあね、それはね、さておいて、当たったとして考えましょう。当たったとした場合、この天使が金縛り状態になりますので、この天使を寄せます。こっちに寄せます。そうするとこの天使を軸に回ります。こんな感じ、こういう風にね。 OK、もう一回いくよ。この天使を軸に試練がぐるっと回ることで攻撃を受けません。このように天使を後ろに持っていくことで階段部屋にたどり着くことができると、階段行くことができるということですね。で、これはね、金縛りの杖じゃなくてもやり過ごしの壺などを使えばまあできると。絶対そういう動き方をする。この場合は試練5の場合は天守の動きはランダムです。これランダムなんですよ。なんで天守の動き方はこれね、マンツーマンディフェンスになるんで抜けれないんですよ。これ右回りか左回りなんですけど、バスケットボールのね、ディフェンスになるんですよ。あ、おかしい。これ隣接するっけ、これ。一応これ、分かりやすいように一応書いてるんですけど、多分、天守の位置はこうかな？こう来るんかな？確か。隣接しないといけないね。そう、隣接しないといけない。そうそうそう。ちょっと微妙に間違えてた。行ってまたでダメだ。そうそうそう。ちょっと修正しないと、これね。まあ、でも分かりやすいからいいでしょ、大体。分かりやすいっしょ。まあ、こんな感じで、ぐるっと行けば、まあ、回れると。ちなみに、試練の数割版とか、試練2だったら確実に回ってくれます。でも、5はダメ。5はダメなんで、マンツーマンディフェンスを覚悟しながら行かないといけないです。はい。高級停止だった場合は諦めてください。はい、次行きます。次、番外編としまして、天使のやり過ごしの手段ですね。まあ、強制者の札を使います。はい。
あまり使えないんですけど、強制時の札ってね、意外と使える時があるんです。はい、このままだとね、こういう風に試練がこの位置から階段部屋に行こうとすると、この天使に絶対殴られるんですよ。こんな状況で強制時の札を投げます。ピロリます。終了です。はいまあそれはさておき、ピロリはさておき投げて当たったとしてお願いしますお願いします。当たったとして、あ、サブコミ見られました、どうもありがとうございます。サブコミのコメントはちょっと拾えないかな、ごめんなさい。改善に負荷がちょっとかかってしまうんで申し訳ないです。まあ、例えばね、この位置で強戦士の札が当たると、まあこの試練2体はね、チワ喧嘩始めますんで、はい、もうしょうもないチワ喧嘩をね、100ダメージ相手を逃げきでふんふんってこう倒すぐらいのチワ喧嘩始めますので、そのまま逃げます。はい、でね、ここで注意、天守が天守を倒すターンっていうのは2ターンです。2ターンで倒します。これ覚えておいて、天守は天守を2ターンで倒す。つまり混乱状態身代わり状態を使った場合っていうのは2ターンで倒してしまうので、非常にテストに出るよわかんないけどまあ有効ではないと、すぐに逃げないと非常にピンチになります。はい、なのでちなみにね、無駄なく動くとってが大事になってきます。さらに高級天使と天使がぶつかった場合、高級がほぼ勝ちます。なぜかっていうと、高級天使が硬いからですね、防御力がね非常に高いので。なのでターン数を考えて頑張れと、それしか言いようがないですもうどうしようもないです。これはこの点についてはもうどうしようもない、まあどうしようもないっていう状況に強戦士の札があればという状況ですね。はい、まあ挽回編として紹介させていただきました。じゃあ次行きます。階段部屋到達のテクニック、その3かな。はい、場所替えの杖がない時の天守との筋違い通信、これねですね、よくあると思うんですよ。場所替えの杖がないのに天守と通路ですれ違う方法、これね難しいよね。これね、なかなか難しい。こんな状況よくありますよね。明かりの巻物を読んだけど、前から来る天使とすれ違えねえよっていうこと、通信これも中級編でございます。はい、これよくあるでしょ、本当にあるのよ。これは正直きついです。でね、まあ泥棒状態ってこういう時よくあるね、場所替えとかねえよと。まあこんな状況でどうしますか。アイテムはこんなものがあります。どうすか、じゃあちょっと考えてみましょう。こう無視できるか、いろいろ考えてみましょう。いろんなタパンがあります。はい、いろいろあります。おアリーナはもう結構答え出てますね。はいはいはい、無敵飲んでゴリ押し、あーいいね、金縛飛びつき、はいはいはい、爆地一択、爆地ねえから毒で勝ちる、吹き飛ば毒草、ほうほうほう、あーいろいろありますね。じゃあまずいっちゃん簡単な方法いっときましょう。一番簡単な方法ですね、こちら、一時しのぎの杖を使う。簡単だね。こうやってこの位置に天使が基地させたら、一時しのぎの杖さえ振ってしまえばいけるでしょ、簡単ね。でここでもう一つ、ここに聖域の巻物があるんですけど、これは非常に地雷アイテムでございます。天守は一応人間っていう設定なので、あ、設定上ですね、設定上、すいません、試練5上では設定として認識させてください。設定なので、僕は人間じゃないと思ってますけど、人間じゃないんですけど、実は聖域の巻物乗ります、天守は。なので聖域の巻物は泥棒では使えません。これね、非常に覚えておいてください。ダメです、これは簡単ですね。じゃあ次の方法です。天守を固定するアイテムと飛びつきの杖を使う、この方法ですね。まあ一番答えが多かった中で、固定させた天守をこのように通路の角で天守を固定させて、その斜めから飛びつくっていう手法です、これね。まあ、これを使うと、まあ、簡単に、天使とやり過ごすことができます。場所替えの杖がなくてもできるようですね。はい。聖域を通過できるからって人間とは限らない。
まあ、その辺については宗教絡みの問題になってきますので、天使の宗教関連の話はね、やめておきたいと思います。はい。で、例えば、この天使を固定させるアイテム、何があるかと言いますと、まあ金縛りの杖ですね。これ簡単。うん。神、あ、神罰、あ、ごめん、間違えたね。ごめん、神に間違えてる字、申し訳ない。他には、オイルの巻物、毒草、素早さ草、ゾワゾワの巻物、まあこれらがあります。グリーンの文字はこういう固定アイテムですね。安全に天使を固定できるっていうアイテムです。はい、間違ってる、大体合ってる申し訳ない。はい。このブルーの文字っていうのはなんでリスキーかっていうと、天使が動くからです。オイルの巻物は止まるんですけど、固定ターンが非常に短いので非常にリスキーになってきます。あと奥にはちょっとね、ターン数が必要なので非常にリスキーというふうにさせていただきます。まあ、こんな感じでアイテムがある程度絞られてきますが、まあいろいろあると。まあ、ピロリ的な意味で、まあリスキーというのは、泥棒ではリスクを背負わないとやってらんないんだ、立ち見えさんまあそんな感じでございます。で、次の手法、天使を U ターンさせる。これ答えにありましたね。アリーナの方でも結構あったんじゃないですか。辻くるの杖を振って天使に U ターンしてもらうと、こういう方法ですね。これはね、非常にリスキーです。非常にリスキーです。なんでかっていうと、天使が別にやってくるので。なので泥棒っていうのは一旦一旦が非常に重要になってきますので、足踏みはあんまり推奨ではないということです。なのでこの手法は金縛り四つ飛びつきを使う手法よりかはランクが下がります。はい。なのでこれはね、これは何配信、試練5の泥棒講座という立ち回りでございます。はい。これ試練5を持ってる方だと非常に見やすいんじゃないかと思います。はい。で、この土くれを振って天守が消えた時に土くれを解除するという方法ですね。で、さらに土くれの杖がないって場合、まあ、混乱の巻物や目つぶし草を投げるという方法があります。なのでこの方法っていうのはね、非常にリスクが高く微妙です。正直微妙です。はい。じゃあ次行きましょう。例3、試練が U ターンをするという場合です。で、明かりを読んだけど、前から来る天使とすれ違えない。こんな時ね、天守が下がってしまう、部屋にたどり着いてさえしまえば天守を状態異常にして試練が階段部屋行けるっていう方法です。なのでこれね、見ていただくと分かるんですけど、このように階段部屋に、すいません、部屋にたどり着いてさえしまえばいろんなアイテムを使えるということが非常に注目できることではないでしょうか。はい。でもこれはすごくリスキーです。下がるっていうことは天使を呼び込むっていうことなので、これは非常にリスキーですね。はい。いろいろカレー屋さんとかいろいろ来ますね。はい。じゃあ次行きます。次の例として、例と挙げなかったんですけど、吹き飛ばしの杖を利用した、地形利用ですね、を利用した天使のやり過ごしです。これね、例えば、さっき見せた通り、この位置が、空間もしくは水路地形だった場合、僕の場合は高飛びで言うなんですけど、それ言っちゃダメですまあこんな風にね、天使を隣接させた状態で吹き飛ばしの杖を振ることで天使がワープするという方法です。これ簡単だよね。非常に簡単です。で、次もう一つは、ちょっとコラムなんですけど、例えば吹き飛ばしの杖でこういう風にワープさせた後にもう一回天使がこの位置からすれ違わないといけないと、そういう風になった場合、こんな時ね、非常に困りますよね。もちろん吹き飛ばしの杖を何回でも使って階段部屋に到達して混乱の巻物を読むと、そういうこと、黒いマスが壁とは限らないってことね。うん。で、こういう時ってね、天守の動きが変わります。どう変わるかっていうと、こういう風にね、吹き飛ばされた天守っていうのは元来た通路を戻らずに別の部屋に向かうっていう、修正が入るんです。これは試練が、確か3マスかな、部屋から2マスか3マス以上離れる時に天使がランダムで別の部屋に行くっていう、プログラムが多分入るんです。乱数が入るはずです。なので吹き飛ばしを続けることで
店主が戻ってくるってことはないんですよ。これ非常に重要なんですね。はい。おかん今東京に行っとるはずやが、どうしたん？そうだから店主の動きってね、なかなか読みにくいんですよ。上がりの巻物とかがあると。でまあね、まあここまで前置きを置きましたけど、まあぶっちゃけるとね、泥棒中にこんな高いって割と理想的じゃん。こんな店主一対四面一で相対するってないじゃん。まあこういう状況です。泥棒状態でね、店主一対とすれ違う方が分かった。でもね、こんな状況よくあります。もうよくあります。もうね、僕の泥棒やってる時見たら分かると思うんですけど、これよくあるよね、こんな状況。無理じゃん。そう、まあこういう時ね、どうしたらいいのかちょっと考えてみましょう。これが普通です。はい、これ普通です。いろいろ考えたでしょ。アイテムがいろいろある中、何を使えば階段にたどり着けるかなっていう、このアイテムだけを持ってると してください。お願いします。トンネルの杖、掘削系のアイテムはないです。なぜ掘削系のアイテムを持ってないのかっていう想定をするのかっていうのは、トンネルの杖、ツルハシなどっていうのは大抵ね、あれなんですよ、泥棒する前にやることなので、今回掘削系アイテム持ってないという想定でいきます。はい。あー、さすがみんな、いいね、答え分かってるじゃん。やっぱ結構みんな上級者が多いのかな。そうそう、立ち見も全体的に答えが出たな。諦める。まあ諦めるやな、うん、一番いいのは諦める。確かに。ガチる、そやな。DS 投げる。僕もよくあります。中断ね、中断が一番大事。はい、まあ、こんな状況を考えてみましょう。はい、金縛りの杖を使うという方法ですね。金縛りの杖を2歩下がって、さっき試練ここにいたんですけど、2歩下がって、ここで振ります。金縛りの杖をここで振ります。そうすると、この状態で1歩下がります。試練だけ。で、この状態で放置すると、どうなるかっていうと、まあ、店主が U ターンを始めます。なので、この U ターンをし始めるので、タイミングを見計らって、まあ、飛びつきの杖で天使とすれ違って階段でどうにかしてたどり着くという方法でございます。この方法っていうのはね、これはね、この方法をね、一応ね、実践してるんです。僕のコミュニティにある良い泥棒の例という動画がありますので、そちらを見ていただけると、非常にこの手法をふんだんに使った場所ガイド杖がないっていう状況での泥棒をやっておりますので、ぜひ見ていただくと大変ありがたいです。はい。じゃあ次ですね、もう一つの方法、簡単です。土くれの杖を振るという手法でございます。はい。しるしる見てる。うちの母ちゃんね、しるしるみしる大好きなんですよ。まあどうでもいいんですけど。オイルの巻物っていうのはね、床に置いて張り付いた状態で、モンスターが上に乗ると、くるくる回って、3ターン動けないという状態です。はい。そういうやつですね。でその間殴ると大ダメージ与えます。はい、こんな風に土くれの杖を振ることで天使は U ターンするという風なことができます。ただし天使とスペースね、まあ、さっき言った状況、まあ、こんな感じで天使隣接してますので、まあ、隣接しないようにスペースを空けるアイテムが必要になっています。そのためにはオイルの巻物だったり、毒槽、素早さ槽、無敵槽、睡眠槽、滅びし槽、爆戦の巻物と、まあ、無敵槽はちょっと違うな。まあこういうものを使っていけば、隣接せずに、まあ距離を取って土くれを振ると。で、さらにこの重要なところっていうのは、土くれの杖っていうのは、別に通路の角で使う必要はないので、どこに振ってもいいんですよ。うん。どこに振ってもいいの。なので、これ非常に有用ですね。土くれはね、どこにでも使える神アイテムでございます。はい。オイルはかなり短いよ。ターン数的にはね。はい、じゃあこんな感じです。じゃあ次いきます。残り時間がもう短いかな。ちょっと延長しておきましょうか。あ、ここ本当ありがとうございます。
じゃあ、次のテクニックとしまして、上弦脇。これはね、簡単に想像できるんじゃないの？上弦脇はね、確実なテクニックです。はい。どういう手法かと言いますと、モンスターは19体湧きます。あ、間違えました。すいません。これは天守を含めて19体です。なので、まあ、実質はお店がある状態だと、そうそう、これを覚えておくとね、幅が広がると思います。なので、18体ですね。18体湧いた状態で、泥棒すると。いう状態でございます。僕寝なくて大丈夫。うん。全然大丈夫。停車モンスターという過程なので。なので、つくれの杖をこういう風に振っておいて、足踏みをすることで、ここに、18体、沸かせます。これね、おにぎりなどで非常に使えますね。うん。天守はやっぱりモンスターです。はい。なので、こんな感じでね、土くれを振る。もしくは、金縛りの杖。金縛りの杖を振るんだったら、ここがベストです。この位置。やり過ごしの杖、壺でも代用可能です。そう。そう、ゾウフロアがあるので、金縛はね、ダメですよ。NPC アース20体だったんです、確か。20体。合計20ですね。なので、天守を19体として含めれば、全部で20体という風になります。はい。で、気配や明かりがなくて、上限がわからないと。だいたい何体ぐらい出たのかなーって、すごい全然わかんないっていう状況で、まあ、補修アイテムとしてね、こういうトドの壺や魔物の壺っていうのがあります。まあ、押せばトド出てくるタイプ。もう一個は押せば魔物がバッと出てくるやつ。これがあると、非常に便利で、上限いったかなーでもわかんないなーっていう時に投げればいいんですよ。そうすることで、他の NPC はね、確か、含んだはず。うん。含んだはず。そう、自分のいる部屋で、店にはわからないです。なので、これを投げてしまえば、例えば、トドの壺5、投げるでしょ ?4 出れば、上限なんですよ。満腹度1杯何体湧くのか、あ、それはちょっとわかんないですね。それについては、組長式を参考していただけると嬉しいです。はい。あ、通常30ターンで1体湧くんだって。へぇー。らしいよ。ありがとう。空中にパンゴがいると、テンションになるとワープします。水上にいたり、空中にいる場合はワープするので、非常に危険です。まあ、そういう時ね、もちろん想定されます。なので、ここに金縛りの杖を振ると、この位置で天守に入れ替わるので、金縛りが解けます。まあ、召喚はでもいいですね。うん。なので、金縛りができれば、階段部屋から遠い閉鎖できる位置をする方がいいですね。はい。という理由でございます。金縛り溶けてしまうので。あ、補足本当ありがとうございます。はい。広い部屋だと、視界内ならおじゃへんでも湧く。あ、湧きます。湧きますので、処理すればいいです。はい。処理すれば OK。でね、まあ、食料が足りないとき、上限湧きまで待てねえよ。そんなせっかちさんには、土くれの杖をね、こういう風に振る。これね、便利です。はい。階段部屋に、一箇所振るのではなく、もう一箇所振ります。講座はね、だいたい2時間ぐらいを予定しております。はい。こういう風に、土くれの杖を振ることで、安全に階段部屋まで到達した後に、この斜めにいる天守を、まあ、かまいたちを使うなり、場所替えの杖を使うなり、身代わりを使うなり、なんなり料理していただいていいです。はい。まあ、こんな感じでね、簡単に泥棒することも可能であります。土くれの杖はね、非常に便利です。はい。なので注意点としましては、まあ、比較的、店と階段部屋が近いこと。まあ、食料が少なく土くれの杖に余裕がある。まあ、階段部屋に湧いた天守を処理できる。かつ、新しい天守が他の部屋で湧くために、背後に気をつけると。という感じです。はい。あ、ツイッター、フォロー、リプライありがとうございます。